ブラックジャックというか、はい、渚というかはあなた次第。麻雀遊戯王。皆さんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは。鼻ハイに合うと緊張します、イーピンくんです。よろしくお願いします。鼻ハイ、やっぱりめったに合わないんで、うん、やっぱ久々に会ったりとかすると、わあ鼻ハイさんってやっぱなりますね。元気ですか、はい、何してましたか。あ、どうしたんですか今日、何かあったんですかみたいな。箱で寝てました、はい、まあ今日は呼ばれてねみたいな。ちょっとやっぱ上品な感じすごいするんで。まあ確かに何かの時じゃないと呼ばれないですもんね。そうなんですよ、私会ったことないの、うん、全然会したことないですか。うん、いや、ちょ今度ご紹介しますね。それではイーピンくん、今日のテーマをお願いします。はい、今日の企画はこちらになります。ローカル役満を考えよう。結構ね、いろんな役満があったんですよね。そうなんです。あの、うん、前回も一回やりましたけども、はい、やっぱ独特 の、 この自分たちで考えた、うんうん、まあ、ルールみたいなローカル役満が結構やっぱありまして。ありました。今回のテーマはですね、アメリカ発祥のローカル役満と。うん、はい、やっぱアメリカの方でもロマージャンは流行っておりまして、うん、そこから生まれたローカル役満が何個かあるんですね。はい、はい、やっぱアメリカの出来事とかがやっぱ由来されてまして、はい、1個あるのがですね、まず南北戦争。はい、はい、このあのアメリカの中で歴史の中でも非常に重要なですね、うん、出来事であった南北戦争、はい、あちらをモチーフとしたローカル役満というものがございます。 あるんですか。はい、うん、ちなみにどういう風に作るかというとですね、うん、まず南北戦争なので、うん、南と北を3枚ずつ作ります、はい、あ、なるほど。はい、でですね、あとは別々の数牌、例えばピンズだけで1861と、うん、あとは1865をそれぞれ揃えます、うん、はい、なんでこの2つの数字になるか分かります？なんだろう、西暦の始まりから終わり、はい、そうです、うん、南北戦争の始まりと終わりを揃えるということですね、はい、これで南北戦争というですね、うん、はい、ローカル役満が成立すると。これで役満なんだってね。役満なんですよ。すごい おめでたい技みたいな感じになっちゃってるけど、はい、すごいな。はい、でもこれ、うん、なんかすごいですよね。その、うん、まあ南北戦争で南と北が揃えられたっていうのはありますけど、うん、はい、年号とか出来事を麻雀の役で覚えるってすごい新鮮じゃないですか。確かにこれ歴史の勉強になるみたいな感じで。なんかなりますよね。覚えられますもんね。うん、はい。だから例えばもし日本だったら、あの、うん、関ヶ原の合戦とか。はい。東西の、うん、東西分け目の大合戦みたいに言われてますから、はい、東と西で揃えて年号をもし揃えることができたら、うん、関ヶ原とかも覚えやすいかもしれないと。わー、なんか、ね、関ヶ原っていう役満が、はい、関ヶ原役満が生まれるかもしれない、うん、なんてことも思える、なんか素敵な役満だなと、うん、はい、思いまして、ご紹介いたしました。はい、はい、あともう一つですね、ゴールデンゲートブリッジというアメリカにあります大きな橋、はい、あ、はいはいはい、あの大きな橋をモチーフにしたローカル役満がございます。お、どんな感じだろう、はい、これはですね、どういう役かと言いますと、はい、まずですね、順通を4つ揃えます、うん、でどういう揃え方をするかと言いますと、端と端がつながってる、うん、もっと簡単に言うと1、2、3の後に3、4、5、うん、で3、4、5の後に5、6、7、うん、で5、6、7の後に7、8、9、うん、要は1と3と、5が3と5と7か、うん、が揃っていることで、こう橋みたいに繋がってるよ。ああ、こうなってるってことか。そうですそうですそうです。そういうなんか繋がってるよっていうことを、うん、イメージさせるということで、はい、はい、これでですね、揃えるとゴールデンゲートブリッジという役満が、はい、揃うということですね。ああ、すごい。なんか考えますねこれ、はい。なんか考え方が素敵ですよね。ね、素敵ですね。はい、歴史の勉強は すごいなって思いました。うん、おー、なんかこういう風になんか新しいのが想像できるのも、まあ、今はね、はい、あのちゃんとしたルールもありますけど、うん、はい、まあ、こういうので遊ぶのもすごくいいなと一部は思ったので、はい、確かに、はい、でですね、前回と同じようにですね、うん、ちょ今回も、まあ、少しこのアメリカの発祥の役満のですね、インスパイアを受けてですね、はい、ちょっとイピンも自分で役満を作ってみました。おー、はい、麻雀遊戯王だけで使えるローカル役満、すごいこう、はい、ギュッとしてる、はい、すごく狭い役満を、狭い役満を、はい、まずですね、一個考えたのが、はい、あのブラックジャックっていうトランプのね、あー、はいはいはい、ブラックジャック、うん、あれをちょっと作ってみようと思いま
まして、はい、まず数字で、うん、21を揃えたいなと思ったので、うん、1を3つ1、1、1、はい、で、2を2つ2、2、はい、で、4を3つ4、4、4、はい、ですね、あ、ごめんなさい、うん、1を3つ、2を3つ、4を3つでした3つずつ、はい、3つずつ、そうすると合計が21に、うんうん、なりますよね、はい、そしたらあとは黒い牌を揃えたいので、うん、自牌の、うん、東西南北どれでもいいので揃えると、うん、はい、ということにより合計の数が21かつ全体的に黒くなるので、うん、これでブラックジャックっていうのはかっこいいんじゃないですか、はい、なるほど、はい、スワンコでいいのではローカル100万だからいいじゃんいいじゃんそこでそのスワンコの誘惑に負けずにブラックジャックって言えばいいじゃん、イーピンクだって入ってるんだしやっぱね、どうしてもイーピンクを入れたくなります、うん、なるほど、はい、うん、であともう一つですね、はい、フルマラソンっていう、うん、はい、役を考えて、はいはい、これはあの 4万、2万で、うん、あの点の部分はイーピンクにして、うん、で、195っていうのはあの、はい、全部1万9万5万ということで、うん、42.195、うんうん、あとはやっぱマラソンはすごい走りますから、はい、東西南北の自配をですね、はい、2つずつ揃えるということで2つずつ、はい、42.195 をすごい走る感じにしてフルマラソンという役はどうだとすごいな、はい、確かにこれは面白そう、面白いですね、なんか作るのすげー大変そうだけど、うん、もう2枚ずつ東西南北来たんだったらなんかもう1枚揃えたいみたいな感じになりそう、こうはね、それでそれは2枚、はい、グッとこらえて、うん、はい、グッとこらえチートにしようフルマラソンのためにこらえるグッとこらえてフルマラソンしましょうぜひやばい、はい、なんてね感じでいろいろ、まあでもやっぱちょっと考えると楽しいなと思って考えてみたんですけど、うん、はい、例えば渚さんだったらローカルヤックマンを作るって言ったらどんなの作りますか、はい、あ、さっきのなんかこの歴史のなんか年号みたいな感じのやつがすごい良かったから、はい、うん、いいですよね、なんか、はい、じゃあ私の誕生日、はい、お、誕生日で、はい、7月31日なんですよ、はい、なので0731で、はい、0を白にして、白にして、はい、7と3と1を4枚ずつ、あ、数貫通じゃん数貫通でよくないいや、そこを数貫通じゃなくて、あえて渚とすると、そう、あえて渚とするっていうことですよね、そこをブラックジャックというか、はいはい、渚というかはあなた次第委ねました、はい、委ねられましたよ、はい、うん、いやでもいいじゃないですか、うん、そうね、渚さんの誕生日で揃えて、うん、渚っていうロゴ、はい、を作るっていうね、はい、数貫通とは言わない、言わないということで、うん、はい、なんかでもこういうのも楽しいので、またちょっといろいろとあったらご紹介しようと思いますが、はい、皆さんもね、よかったら勉強してみてください。はい、ということで今日はここまで、またねー。